これからあなたを呪います。お前は呪われて死ぬ。触れたくて三角くん、あ、いや、味方です。いきなりでごめんなさい。こんなにはっきり見える、あれが。うわ、僕の助手になってくれませんか。仕事内容は簡単な除霊作業です。あれが怖くてたまらないんです。二人が追うのは呪いが生んだ未解決事件。連続バラバラ殺人の被害者だ。君は自分が今まで見てきたものを否定するんですか。人が死んでるのにあんたは何とも思わないのかよ。守ってたいなんて言う。キングだ、エリコ。そいつが呪いを持ち込んで事件を起こした。大丈夫、僕といれば怖くなくなりますよ。罠だ。呪いですよ。幽霊よりも人間の方が怖いってことです。これからあなたを呪います。ヤカさん言っちゃダメです。三角窓の外側は夜、あなたの知らない世界へ。入れてあげる。